はい、おかえりなさい。鉢物は8月の20日から今日からね、後半戦スタートですけども、相変わらずこの暑さは変わらないから、そんなに千葉も活発ではないらしいですよ。コチョウランの注文が多くてそれを買いに行った感じですね。よっこらせ。はい、おかえりなさい。はい、じゃあ実は今もう回っております。あ、待ってた。夏休み明け、今日が一発目です。まだ本格的にいろいろ切り花も始まってないんですよって話をしました。鉢物もそのようだというように今佐々木君からお聞きしました。だから今日特別これが入ってこういうものの管理の仕方とかそんなんではなくて、もう雑談をさせていただきます。今の我々の心境だったり、あと市場の流れだったり、ちょっとそうだね、はい、戦争と雑談を重ねて、雑談だね、本当雑談、これなんか平行にならないんだけど、ではですね、この先今8月で、9月10月ぐらい、なんかこんなものが入ってくるんだってのあります？まあ、9月、まあ、これから8月の後半、うん、9月はまあ今までのお花がなんだろう、秋バージョン的な感じで、例えば唐辛子のちょっと秋バージョン的なものだったり、これから、まあ、ペンタスも出てたんですけど、うん、ペンタスが主流になってきたり、あとどうでしょう、まあ10月に入ってくると徐々に冬に対応できるような、まあ、感じ。ビオラはまだね、ビオラパンジーは10月にはぐらいから出回るけど、まだ早いよ ね、やめてとかですね。今の今年の多分暑さだと、結構長引きますよね。夏物の12、こんなの12月まで持ちますからね。ブルーアンドだけマリーゴールドとかね。あ、マリーゴールドは結構ね、いけると思います。ペチュニアじゃないや、パンジービオラ出てくるけど、11月ぐらいまで私も待った方がいい、待った方がいいんじゃと思いな。だんだんとね、いいのがだんだんと出てくるので、我慢していきたいなとは思うんですけどね。秋らしい、だからこれもそうだよね、この紫式部も紫になってきて、秋らしいとかね。そうなんです、まだね、色出てないんですけど、これから徐々にね、色は楽しんで、少しずつ色が紫出てきます。確かに鉢物はこれから季節を感じる品っていうのはしばらくだからちょっと難しいね、これという。そうなんですよね。で、状態もね、まだちょっと今は、なんか 満開じゃないけども、結構咲き誇ってる状態のものが多くて、正直これから、中に入れて魅力を感じるかなっていうところはちょっと若干薄いんですよ、少ない。まあ、悲しいとこですけど、ですから、まあ、私としてはちょっと9月入ってから少し生産者もそうね、これから春はさ、春はな、ほんと夏にかけてワクワクするようなこういう夏物とか、観葉が増えてくるとハイビスカスが来ます、ブーゲンビリーが来ますってなるけど、そうだね、秋のものってあれなんだっけ、草っぽい、あれこれ地味だなとか、ないですよね。でもね、そうその暑すぎて、あ、でもねって言い方がおかしいな、この夏にいろいろこうやって買っていただいたもの、外で管理している方もいますけど、さすがにこの暑さはやばいよね。あ、外はやばい、本当今更ですけども暑すぎちゃうんで、こういうものを外で管理しないで、ハイビスカスだってそうだよね、そうですね、暑すぎちゃってたりするんで、直射は絶対もう本当に完全 NG ですし、ね、やっぱりこの気温自体がちょっともう植物もへたってくるような、でこの YouTube を見てる方っていうのはその育て方を見てるわけではないと思う、仕入れのプロっぽい人たちが見てるかもしれないんですけど、本
と水やりもあれだよね、朝とかやっちゃダメ、昼間なんてやったらダメですよね。そうですね、朝やってもうすごい、それから気温がどんどん上がってくるんで、ね、やっぱり鉢の中でもうかなりずっとしたよね、うん、もうずっと寸前まで行くと思うんで、できれば夕方、まあ、本当に夏は半日ぐらいのところに置いといて、夕方、まあ、3時以降かなにザーッともう水を一回もう冷却するぐらいの気持ちで。そうだね、はい、私もそう、家のものは帰ってきて夕方、うん、晩酌のとともに、私の晩酌とともにあげてる。おお、すごい感じに、うん、一緒に飲んでるわけじゃないですけど、でもそのぐらいにしないともかわいそうですよね、暑くて。そうですね、しっかりやってからまた朝、翌朝の活力にね、植物もするなとは思いますね。これだから庭植えのものとかこういうものはちょっと今後こう目立ったこれだっていうのはない、あったとしてもそれはまたご紹介するとして、こういう法人需要とか、コチョウランとか、うん、その辺は ね、 そうですね、やっぱりそこなりにいただいてますもんね。そうですね、まあ、1週間お休みもあった、まあ、おかげというか、まあ、おかげか、うん、で、かなり事前に注文いただいてて、そうですね、ここに産地発送だとか、うん、配達だとか、トマトご来店の皆さんが前もってはいただいております。でやっぱりこれが月末かなりコチョウランは動きそうな気配がします。状態はどうなんですか、この暑さでコチョウランたちの状態は。ね、今日はちょっと本当にね、出荷の画像までこうやって前もって見れるんですけど、かなりねつぼみが少ない状態が多いのが多くて。つぼみが少ない、要はちょっと前進しちゃってるんでしょうかね。でおまけに休みもちょっと生産者が、これはさ、生産者が悪いというよりも、しょ、まあ、立場がなかったから、植物は切り花の昨日のバラとかもそうだったんだ、あんま大きいから作ってね、一生懸命作ってる人には、かわいそうなんですけど、出荷してきたものがもう開いちゃってるとかさ、劣化しちゃってるとかさ、そんなものが昨日、切り花でも多かったのね、それがコチョウランでも、はい、そういうことなんですね。ハウスの中で育っちゃって、生産者もね、出荷したいけど夏休みでみたいな、かなり選別までには、あ、じゃあ出荷までには選別もしたと思うんですけど、うん、その中でもちょっとやっぱりつぼみが少ないのが多いなっていう印象ですね。かわいそうですけど、一番でちょっと目立ったなってこと。そうするとやっぱりね、お値段もこっちもね、満開の買うべきにもいかなくて。そりゃそうだね。そういうの値段が安くなってもなかなか厳しいなっていうところの。そうだね、安かろう悪かろうになっちゃうからね。でじゃあこうやって買ってきてくださってるものは、はい、そんなそうですね、もう目を凝らしてつぼみあるなっていう、はい、本当にそこもみんなの取り合いでしたね。いや本当一生懸命作ってくる生産者さんには悪いけど、そういうものが目立っちゃって、まあ、それ出すしかないもんな、だって捨てるわけにいかないしね。出荷は多いんですけど、まあどれも、そうですね、まあ満開じゃないけども、ちょっとほとんどないなっていう、ね、でこうやって正常に戻ってくるのはやっぱ休みがあると、切り花だったらもう2回か3回目ぐらい疲れないと正常に戻らないんですけど、あっちもそうです ね、 ね、そんな感じです。今月いっぱいはなかなかそういうところのせめぎ合いでしょうかね。分かった分かった。じゃあ秋の品は出てくるたびにいろいろご紹介すると、こういうね、そうですね、こういうものが出てくるたびに何かをっていうのをご紹介するとして、はい、夏のものはもう今更の話ですけども、この炎天下の真下に、ね、でもさすごいんだよ、こういうものはさ、雑草とかめちゃくちゃ、ね、水もないのにめっちゃくちゃ雑草生えてんだけど、こういう可愛い子ちゃんたちはそうですね、なかなか、うん、ちょっと日陰というか半日陰というか、直射日光を避けていただいて、夕方に水をあげていただいて、そうですね、育ててくださいと。はい、本当にちょっと手入れは必要になってくると思いますが、はい、うん、ね、で秋の苗物は、まあ、10月でもまだ早い、うん、でもね、やっぱりなんかあるか、ちょっと9月ぐらいになったら少しやっぱりどうしてもいろんな声もお客さんも
あるか。あれ毛糸の可愛いのとかって、あれ羽毛毛糸の可愛いのってことあれいつだっけ。まあまあ、あの今も出てます。ただ湿気があるんで今はあんまり持たないかなと思って、それなのがちょっと湿気がなくなってきて秋ぐらいになるともうちょっといい状態なのかな。毛糸がね夏からは出てるんですけど、そうですね、秋ぐらいのがいいと思います。まだまだ暑すぎるんで植え替えするのも危険だから、はい、じゃあしばらくな、夏休み前と同じ状況です ね、 しばらくはギフト系だけで頑張っていただき、はい、苗も今生産者も本当にね物が悪いって言ったら失礼ですけど良くない、成長がなかなか難しいんだと思うんですが、うん、いい状態、要は我々が見て整ってるなとかいい配色だなと思うものが少ないんですよ、うん、で、おのずといいものというか配色が良かったり状態のいいものは高値になってました、うん、苗自体なるほど全般、全般、ね、うん、ですから、で状態悪いのもそこそこのいいお値段なんでみんなそこで妥協して買ってるんですけど、正直野菜とかと何なのかな、そういうところは、うん、植物は本当切り花を育った高温障害出てて色が出ないとか葉っぱがいかれちゃうとか、だから葉っぱだけもあるようです。花芽がついてないとか、はいはい、そうですね、そんな状態ですか。分かりました。じゃあ、はい、夏も体も厳しいけど、ね、しばらく我慢、もうちょっと今は我慢かな、はい、じゃあ楽しい、その今週はこれをご紹介みたいなことは次回、再来週、その次、9月中旬ぐらい、9月からかな。そうですね、な多分なんだかんだ言って9月頭からは少しずつ増えてお客さんの需要もあると思うんで、うん、少しずつは増やすと思うんですけど、まあ本格的には9月半ばぐらい、まあ予定がやった感じの、本当に秋めいてきて、はい、お彼岸前後くらいからですかね、はい、そうだ、お彼岸で思い出した。お彼岸の前に敬老の日ってあるじゃない。あ、そうですね、敬老の日ってなんか、ね、なんかちょろっと売れますよね。ちょろっと敬老らしきもの、敬老らしきもの売れますねですね。まあ市場がそれなりに盛り上げようとしてるんで、まあ何かしらは、まあ、声もあったり、切り花はどうしてもねアレンジとか、うん、花束とかもあるんで、まあ鉢も、うん、まあ一度ちょろっとは行きたいなと思っております。分かりました。盆栽とか、あ、盆栽、あ、そうね、ミニ盆栽とか、盆栽すごい、でもさ、本当に盆栽好きな人はこういうとこ金屋で買わないもんな、専門店で。そうですね、ホームセンターの取り合いですよ、盆栽。あ、盆栽を、はい、へえ。まあそんだけ、まあ敬老の日ったらなんかイコールで、ホームセンター強えな。何でございます、はい、今日はいいのありましたね。何を？1ヶ月に1鉢ぐらいずつしか出ない。何これ、千住蘭。あ、ユッカの千住蘭。ユッカのか、あ、かっこいいね。かっこいいですね。これ冬でも平気だよね。あ、冬でも大丈夫ですか、ね、湿気だけは水、この時期だけは水ちゃんちゃんやんない方が。あ、そうダメだ、乾かしに。あ、ダメだね。ロストラーダだっけ。ロストラータとはまた違うんですね。ロストラータが、そうちょっと水をあげすぎちゃったらやばくなりそうで。あ、でもすごい、水を土を観葉植物用の水はけのいいやつにして、大きなのにしてちょっと日陰に置いたんですね。さらすげえまた復活して、そうですね、なんかもう本当に日陰に置いていて、うん、本当だ、日陰ぐらいでいいね。こんな雑談でした。今日はあれどこどこの産地の何っていう紹介ではなくて、はい、はい、またいろいろ問い合わせていただければ、佐々木くんの顔が見れればそれでいいです。もうちょっと元気な佐々木くんの顔が見れればそれでいいです、はい、では後半戦、はい、よし、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、さようなり。あ、もう、あ、下ろすとこはいいの、いいよ、これでね。じゃあ下ろしましょう。はい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 、はいはい、じゃあまたね。